知床峠トラウス竹知床峠から望む、国知里島知床峠は、北海道目無し郡ラウス町とシャリ郡シャリ町の境に、ある国道334号の峠、標高738メートル、根室振興局とホーツク総合振興局の境界にもなっている。当期間は延長23.8キロメートルの区間が通行止めとなる。 知床半島を横切っており、知床横断道路と呼ばれる。ラウスシャリ間の経済、文化の交流、世界遺産、知床や道東の広域観光道路として利用されている。気候の変化が著しく、だれや崖崩れなど、道路管理に厳しい条件となっているため、降雪により、北海道内の国道で唯一通行止めになる。知床峠の除雪作業や、開通のニュースは、 北海道の春の風物詩となっている。峠は、知床の原生林を見渡す位置にあり周辺は、世界有数のヒグマの生息地でもある。知床峠駐車場があり、ビューポイントになっている。峠からの眺めは、知床八景の一つに選ばれており、ラウスだけやハイマツの樹海、天候が良ければ北方領土くなしり島も望むことが、できる。峠頂上部より、 ラウス川標高650メートル地点は、見返り峠と呼ばれており、ヘアピンカーブが続いている。ラウス町広報市内の知床横断道路の歴史を参照。ありがとうございます。